切り開く。ふん、悪くない出来だ。やったね。うん、いい感じね。はっ、はっ、はっ。こちらの先生、押し切ろう。舞、燃え盛れ。 私の番だね。行くよ。任せるがよい。はっ。え、さあ、とっとと先に進むわよ。はっ、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 さあ、かかってくるがよい。 俺の番だな。燃え盛れ。私の番だね。崩れた。私の番だね。え、私の番だね。崩れた。これで終わり。行こっか。クリア。 まだ気は抜けないね。よし、掴んだ。任せなさいっての。手強そうね。相手にとって不足はない。 任せて。はっ。舞、燃え盛れ。メッツ、私の番ね。 我が剣にかけて悪は許さぬ。攻撃、 一気に決めるわよ。私の番だね。俺の番だな。燃え盛れ。この手で道を切り開く。
私の番だね。行くよ。崩れた。また。私の番だな。砕け散れ。我が剣にかけて悪は許さぬ。 私の番だな。
行くぞ。砕け散れ。私の番、スイ。クリア。まだ気は抜けないね。 手にとって不足はない。ない。燃え盛れ。熱。行くぞ。やっ。行こっか。 先に進むわよ。 強そうね。手ごわいぞ。気をつけろ。行こっか。 俺の番だな。燃え盛れ。熱。今だ。付き合い。これはおまけよ。今よ。いただき。任せて。行くよ。 任せるがよい。砕け散れ。後期。任せて。行くよ。私の番だね。はっ。マイ。ターンだ。付き合い。 連携だったな。ああ、なんとか合わせられたよ。うん、いい感じね。はい。
強敵ね。上等じゃない。行こっか。 剣にかけて悪は許さぬ。 私の番だな。 私の番だな。
砕け散れ。崩したぞ。しあり。任せなさい。行きか。し、よ。行きか。行こっか。し、よ。え、は。マイ。私の番だね。私の番だな。はっ。我が剣にかけて悪は許さぬ。俺の番だな。燃え盛れ。レッツ。私の番だね。行くよ。崩れた。行くよ、サラ。いいでしょう。はっ、よっ、はっ。無名を切る。私の番だな。砕け散れ。行こっか。あっ、私の番だね。チャンス、もらった。マイターン。チャンスだ。いただき。私の番ね。許さぬ。行くぞ。砕け散れ。マイターン。任せて。え、今よ。いただき。私の番だね。俺の番だな。任せなさい。この手で道を切り開く。やっぱ手強いぞ。気をつけろ。俺の番だな。はっ。私の番だね。私の番だね。
せなさい。スイッチ、うん、任せて。スイッチ、行くぞ。私の番だな。第2層を抜けたか。何かしらあれ。意外に早かったな。作戦効率も悪くない。予想通りか。フィゼノ、レオ、やっぱりいたね。帝国西部で暴れてたみたいだけど戻ってきたんだ。ああ、開炎校から昨日招集がかかってな。おかげでこうして決着をつけることができる。そうだね、フィ。大丈夫、もう揺るがないから。一年前のこと、どうして団長が死んだ後みんないなくなったのか、そして団のみんなが今何をしてるのか、今日こそちゃんと答えてほしい。ま、少しくらいええんちゃう。ここまでたどり着いたせめてものご褒美ってことで。そうだな、お前を置いて俺たちが消えたこと、それは他ならぬ団長の遺言によるものだ。赤い星座の刀身、あの宿敵と決着をつける前、団長が俺たちに告げたんや。自分が死んだらお前を団から抜けさせるようにってな。元より団長は
お前が団に居続けることに反対だった。良い機会だと判断されたのだろう。果たし合いのことをギルドが嗅ぎつけてたのは分かってたからな。お前が市電に拾われるよう仕向けろっちゅう指示やった。西風の旅団の両兵を、入る通りっていうかそれ以上かも。まさかそこまで誘導されていたなんてね。さすがに食えないおじさんだわ。で、もう一つの質問。他の団の連中が何しとるかっちゅう話やけど。そちらはお前に教えるわけにはいかん。当然だろ。すでに我らはたもとを分かった。部外者に団の現状を教えられる道理はあるまい。どうしてもチュンなら自分の手で掴み取ってみ。それが俺らの流儀やろ。私は今まで守ってもらうだけだった。故郷をなくして戦場でさまよって団長に拾われた時も、ゼノやレオたちに生き延びる術を教えてもらった時も、さらに拾われて士官学院に連れてこられた時も、でもみんなと出会えて私は少しずつ変われたと思う。ただ守られるだけじゃなく、流されるだけでもなく、仲間や家族を守るっていうことを本当の意味で知ることができた。みんなと離れ離れになって、それでも力を合わせていろいろなものを取り戻すことで。フィー、そうね、私はもう守られるだけの、流されるだけの子供じゃない。学院にしても団にしても、大切なものを守るためならどこまでも強くなってみせる。ただ報酬をつかみ取るだけの傭兵としての流儀じゃなく、フィー・クラウゼル、私自身の流儀として。おお、かっこいい。よくぞ申した。まったく、あのガリガリのチビスケがよくぞそこまで育ったもんや。これも団長の望み通り。いや、さすがに斜め上を言っていただろう。なんて陶器。それやったらフィー、俺らに証明してみせろや。守られていただけのひな鳥が自分の翼で羽ばたけるかどうかをな。それ以外のものにも示してもらうぜ。西風が守りし鉄壁の要所、超えられるだけの力があるかを望むところだ。オープンコンバット、全力で目標を撃破する。はい。せいぜい気張りや。示してもらうぞ、お前たちの力を。こいつはえぐいで。そら、うわ、マイヤッ。私の番だな。やっ、任せなさい。
あるのみだ。やったね。やったわね。なかなかの出来ですね。うん、いい感じね。えっへん。これが最強の両兵。強い。敵ながらあっぱれだな。脅威度レベル5なだけはあるな。まさかひよっこどもにここまで追い込まれるとはな。こうなったら心ゆくまで相手をしてもらうまで。この黒き陶器は、さっきの問いには答えてもいいが、契約がある以上通すわけにはいかん。腐っても西風やからな。これ以上進めんように足腰立たんようにしといたるわ。おお、まさかここまでとは。こうなったら。なんとか間に合いましたね。ええ、それでは行きましょう。え、
なんや。揃いも揃って5日ぶりくらいですね。皆さんお疲れ様です。ようやく追いつけました。ここへ来てあんたらかい。視線に氷の音も。相手にとって不足はない。さあ皆さんはどうか先へ。ここは引き受けましたわ。助かります。ご助力感謝する。よろしくお願いします。借りは作りたくないけどよろしく頼んだわよ。あーもう無茶だけはしないでよ。はい、お嬢様も。クレア、またね。ええ、ミリアムちゃんも気をつけて。団のみんなは健在や。俺らとは別に動いとる。団長を取り戻すためにな。今は先に進むがいい。次に待ち受けるは最強。くれぐれも気を抜かぬことだ。
行くぞ。やっ、任せて。排除する。チャンス。もらった。任せなさい。行くぞ。はっ、行こっか。はっ、マイル、セイ。私の番です。いただき、任せ。行くぞ。はっ、マイル、はっ、クリア。まだ気は抜けないね。危険だ。注意してかかろう。行くぞ。やっ、私の番だね。せーの、とどめ。チャンス。そんじゃ一気に決めよう。了解。分かった。心得た。はっ、はっ、私の番ね。これは動けよ。私の番だな。砕け散れ。崩したぞ。やい、行こっか。盛れ、レッツ。私の番だね。ええ、いいわよ。いただき。あんたまた早くなったわね。まっ、
燃え盛る。今だ。付き合い。ええ。行くぞ。私の場合。私の場合。さあ、とっとと先に進むわよ。うん。いい感じね。気をつけろ。マイ。やっ。私の番だね。やっ。私の番だね。行くよ。崩れた。付き合い。俺の番だな。あらてか、迎え撃つぞ。私の番だね。俺の番だな。やっ。私の番ね。解除する。任せるがよい。逃さぬ。私の番ね。空手だと呼吸な。マイル。頭脳を切り。Yeah.
私は抜けないね。うん、悪くない出来だ。我が剣にかけて悪は許さぬ。よし、やったぞ。やったねやったわね。マイ燃え盛れ。メッツチャンスだ。スキイ、任せなさい。私の番だな。砕け散れ。
任せて。排除する。チャンス。もらった。行くぞ。見たか、八王が一刀。自伝のバレスタイン任せて。せーの、とどめ。もらった。マイ、見ろ、耐えたダンスだ。スキレイ、私の番ね。今よ、いただき、行こっか。任せるがよい。はっ、マイ、ターン、チャンスだ。スキレイ、任せなさい。今よ、いただき、私も崩れた。もらった。マイ、ヘイ、今だ。スキレイ、任せなさい。崩れた。もらった。あんたまた早くなったわね。なかなかの出来ですね。うん、いい感じね。この程度恐るるに足らぬ。私の番だね。行くよ。チャンス。もらった。俺の番だな。見ろ、カサ。早く、今だ。付き合い、任せるがよい。はっ、私の番だ。崩れた。もらった。ね、俺の番だな。ヘイ、ジャラスだ。スキレイ、新手か。行こう。迎え撃つぞ。行く。崩れた。もらった。マイ、ミノカ、早くダンスだ。スキレイ、これで終わりだ。任せるがよい。はい、任せて。任せて。崩れた。もらった。私の番ね。俺の番だな。任せるがよ。我が剣にかけて悪は許さぬ。燃え盛れ。
任せて。私の番だな。はっ、ええ、やっ、とっとと先に、はい、はっ、敵発見、私の撃破する、行く、崩れた、やった、俺の番だな、ミノク、ハヤテ、この手で道を切り開く、城の外回廊か、テートが見えるね、うわー、すっごいね、皆さんどうしてるんでしょうか、この事態なんとかしないとね、攻撃、一気に決めるわよ、私の番だね、俺の番だな、はっ、私の番ね、いただき、任せるがよい、砕けちゃう、崩したぞ、はけるがよい、行こっか、スイ、俺の番だ、この手で道を切り開く、剣にかけて悪は許さぬ、お宝見っけ、敵発見、撃破する、うん、任せて、俺の番だな、私の番ね。
無名を切る。見たか、八王が一刀。
私の番。私の番だな。お宝見っけ。第三層の終点、はあ、長かったわね。なんだこの気配は。みたいだけど、うん、まるで古の神殿のようだな。あ、でもほら奥にエレベーターがあるよ。誰かいる。いるんだろ、結社見喰らう蛇の執行者ナンバーワン、豪炎のマクバーン。工作の砦以来か。お互い面倒くせえ場所まで付き合わされちまったもんだな。ああ、同感だよ。そんなに面倒ならとっとと引き上げてほしいものね。確か執行者って結社からあらゆる自由が認められてるって聞いたんだけど。あらゆる自由が。確かにシャロンもそんなことを言ってたような。もう僕が言うのもなんだけど、フリーダムすぎるよね。ま、確かに俺はお前らの因縁には興味はねえ。帝国出身でもないから内戦がどう転ぼうが知らねえしな。用が済み次第消えてもいいぜ。その用というのは。今回は私伝もいるが、少しばかり気が変わった。リーン・シュバルツ、とっとと鬼神とやらを呼んでもらおうか。え？まさか
生身でバリマールと戦うつもりか。そのまさかだ。お前自身の力にも興味はちょいと出てきたが、あのデカブツ相手なら本気が出せそうだからな。遠慮は無用だ。とっとと呼び出してみろよ。本気みたいだね。ありえない。挑発に乗る必要はないわ。こんなところで彼の力を使ったら決戦の触りになるわよ。ああ、その通りだ。あんたは強い。俺とは次元が異なるだろう。その炎の力、どういう異能かはわからないが、焼き尽くせないものはなさそうだ。私にもそう感じます。おそらく蛇に伝わるという外の断りに関わる。ジョーちゃん、それ以上はやめておきな。まあ正解だ。それなのにお前らはあえて挑むってわけだな。ああ、倒しきれるとは思わない。だがその先に続く道を切り開くくらいはできるつもりだ。あまたの思いを託してくれた学院のみんなを代表して、トールズ士官学院7組最強の魔人に挑ませてもらう。相手にとって不足なし。こりゃ最初から全開でいくしかないわね。どんなに大きな壁でも力を合わせれば。西風のクラフト、全てをぶつけてみせる。母ちゃんパワー全力でいっちゃおっと。私も全力でその炎を抑えてみせます。まあいいだろう。はいいからとっととかかってこい。話はそれからだ。ひるむな。士官学院7組、これより目標を突破する。総員、戦術リンクを最大限に連携して当たるわよ。はぁ、さあ俺を熱くさせてみろや。行くぞ。うん、任せて。アークス駆動。見切った。やっ。ええ、少々ぬるいが勘弁しろよ。あまいよ。チャンス。そんじゃ一気に決めよう。了解。任せるがよい。スイッチ。タッ。ぬるい。タッ。俺の番だな。行くぞ。無名を切り裂く戦火の一刀。受けてみよう我が前例の奥義。はい、やっ。
言うだけのことはあるな。これで決める。アクセス。シャドーブリゲイドフロ塗り任せなさい。生きる。俺の番だな。波を引き。行こっか。ここは任せた。母ちゃん、行くよ。ジオが一刀。よし、掴んだ。精進あるのみだ。V、だね。
やったわね。やりました。やったわ。えへん。なんという強さだ。ちょっと次元が違うかも。こりゃいい。いいんじゃねえか、お前ら。その炎は信玄や鋼の思惑なんぞ知ったことか。レベのアホがいなくなってからどうも物足りなかったからな。レーベ、検定レオンハルトか。どこまで俺を熱くしてくれるか試させてもらおうか。するよりは来い、灰の木。その必要はない。食らうがよ奥義光剣。父上、なんとか間に合ったようだな。よくぞ粘り耐え忍んだ。尺閣下、渋すぎる。じゃなくてよく来てくれました。サラ、本音本音。さすが光の剣将。助かりました。ありがとうございます。光の剣将ビクター・ S ・アルゼイド。なるほど、あんたがいたか。だがあんたの剣じゃ俺は倒せない。それは分かってるんだろう。するはずがない剣だわ。魔剣アングバー。言っちまったアホが使っていたケルンバイターの対となる剣だ。俺との相性が良すぎるせいかこんな風になっちまうけどな。敵隊の副長を務めた祖先が使っていた
体験。力と剣は己の続きにあるものに過ぎ、その尋常ならざる力、確かに私を凌駕しているだろうが、振るうのはあくまで己の魂と意志、最後にはそれが全てを決する。いいだろう。だったらあんたの魂と意志焼き尽くさせてもらうぜ。その剣と光の翼ごとな。昇進。私たちの本懐を遂げるために、みんなこの隙に奥まで一気に駆け抜けるわよ。はい、はい。